駅駅で切符を買います駅で切符を買います東京駅,東京駅 大阪駅大阪駅広島駅広島駅電車。 駅で電車に乗ります。駅で電車に乗ります。乗る乗ります。急行に乗ります。

駅で切符を買います駅で切符を買います次の次の駅は新宿です

各駅この列車は各駅に止まりますこの列車は各駅に止まります急行<校>ちょうど急行電車が来た

新幹線。新幹線で京都へ行きます。新幹線で京都へ行きます。地下鉄。京都駅で地下鉄に乗ります。 京都駅で地下鉄に乗ります番線八番線で急行に乗ります八番線で急行に乗ります 何番線新幹線は何番線ですか ?14 番線です。新幹線は何番線ですか ?14 番線です。 自動車トヨタは自動車の会社ですトヨタは自動車の会社です車これは車の雑誌です これは車の雑誌です運転車を運転します車を運転します送る 送ります。車で駅まで送りましょうか。ありがとうございます。車で駅まで送りましょうか。ありがとうございます。駐車場。 駐車場はありません駐車場はありません止める止めます駐車場に車を止めます駐車場に 車を止めます。ここで止めてください。ここで止めてください。自転車。 自転車で駅まで行きます自転車で駅まで行きますバイクバイクで会社へ来ましたバイクで会社へ来ました 「バスバスで名古屋に行きました」「バスで名古屋に行きました」「タクシー」「タクシーに乗りましょう」。 タクシーに乗りましょう。飛行機。飛行機で三時間ぐらいです。飛行機で三時間ぐらいです。 船。横浜で船に乗ります。横浜で船に乗ります。乗り場バス乗り場はどこですかバス乗り場は どこですか空港空港は成田にあります空港は成田にあります 時刻表駅に時刻表があります駅に時刻表があります 時間時間があります時間があります時間がありません時間がありません 急ぐ。急ぎます。急ぎましょう。急ぎましょう。私たちは駅へ急ぎました。私たちは駅へ急ぎました。 どのくらい、どのぐらい大学までどのくらいかかりますか大学までどのくらいかかりますかかかる かかります。自転車で10分ぐらいかかります。自転車で10分ぐらいかかります。近い。大学は駅から近いです。 大学は駅から近いです。遠い。図書館は内から遠いです。図書館は内から遠いです。 ずっと「特急の方が急行よりずっと早いです」「特急の方が急行よりずっと早いです」「いつもいつも」 飛行機で大阪へ行きます。いつも飛行機で大阪へ行きます。大抵大抵バスで帰ります。 最低バスで帰りますよくよく公園を散歩しますよく公園を散歩します 時々時々タクシーに乗ります時々タクシーに乗りますだけ一回だけ飛行機に乗ったことがあります 1>, 1回だけ飛行機に乗ったことがあります。ことがある。The word koto has a number of different uses. It can be used to nominalize a preceding verb where it means something like the act of, the experience of, the occasion of. And it then allows us to use the verb as a noun, such as when we use the infinitive or gerund in English. Using this construction, there are a number of useful patterns we can learn, such as the one here. When nominalizing a plain, past tense verb, and then followed by ga'adu, it means that the occurrence of that action has occurred in the past, or you have experienced doing it at least once in the past. 行ったことがあります。行ったことがあります。行ったことがありますか行ったことがありますか習ったことがあります。習ったことがあります。

どうやって空港までどうやって行きますか新宿からバスで行きます空港までどうやって行きますか新宿からバスで行きます 歩く歩きます歩いてスーパーに行きます歩いてスーパーに行きます道この道を知っています この道を知っていますまっすぐこの道をまっすぐ行ってくださいこの道をまっすぐ行ってください 曲がる曲がります信号を左に曲がります信号を左に曲がります渡る渡りますこの橋を渡ります この橋を渡ります説明生き方を説明してください生き方を説明してください 次の角で左に曲がってください次の角で左に曲がってください交差点次の交差点を左に曲がってください 次の交差点を左に曲がってくださいあの交差点で大きな事故がありましたあの交差点で大きな事故がありました信号 信号が青に変わりました。信号が青に変わりました。信号は黄色でした。信号は黄色でした。左 そこを左に曲がってください。そこを左に曲がってください。右突き当たったら右に曲がってください。突き当たったら右に曲がってください。 <橋>あの橋は日本で一番長いあの橋は日本で一番長い私たちは歩いて橋を渡った私たちは歩いて橋を渡った。 東東の空が暗いです東の空が暗いです西太陽は西に沈みます太陽は西に沈みます 南私の家は町の南にあります私の家は町の南にあります北ロシアは日本の北にありますロシアは日本の北にあります いくつ目銀行へ行きたいです。いくつ目の交差点ですか三つ目ですよ。銀行へ行きたいです。いくつ目の交差点ですか三つ目ですよ。 一つ目。一つ目の問題は簡単です。一つ目の問題は簡単です。二つ目。二つ目の角を左に曲がってください。 2つ目の角を左に曲がってください3つ目3つ目の店は本屋です3つ目の店は本屋です何メートル 何メートルぐらい歩きますか。何メートルぐらい歩きますか。メートル。五百メートルぐらい歩きます。 五百メートルぐらい歩きます。隣。隣の家には犬がいます。隣の家には。 犬がいます間雲の間から月が出た雲の間から月が出た 近く私の家は駅の近くです私の家は駅の近くです上彼はカバンを椅子の上に置きました 彼はカバンを椅子の上に置きました。下財布は机の下にあった。財布は机の下にあった。 前その店の前で会いましょうその店の前で会いましょう後ろ後ろの席が空いています 中父は家の中にいます父は家の中にいます外窓の外の景色がいいです。 窓の外の景色がいいです。外は真っ暗です。外は真っ暗です。あそこ。出口はあそこです。出口はあそこです。 ここここに本がありますここに本がありますそこそこに座ってくださいそこに座ってください どこ銀行はどこですか郵便局の隣です。銀行はどこですか郵便局の隣です。 「出る出ます」8ます「8時に家を出ます」「8時に家を出ます」「去年高校を出ました」「去年高校を出ました」 高校を出ました出かける出かけます日曜日によく出かけます日曜日によく出かけます つきます。十時に会社に着きます。十時に会社に着きます。会う。会います。駅で友達に会います。 駅で友達に会います。待つ。待ちます。一時間友達を待ちました。一時間友達を待ちました。 デート明日、彼女とデートします。明日、彼女とデートします。約束友達と約束があります。 友達と約束があります用事今日は用事があります今日は用事があります都合がいい

都合が悪いですダメです今日はダメですかはい、今日はちょっと今日はダメですかはい 今日はちょっと変える変えます約束の時間を変えます約束の時間を変えます お出かけですか。お出かけですか。ちょっと。まで。はい。ちょっと。新宿まで。はい。 ちょっと、新宿までよかったらよかったら、よかったら一緒に広島へ行きませんかはい、ぜひよかったら 一緒に広島へ行きませんかはいぜひすみませんすみません今日は用事がありますすみません今日は用事があります すみません。銀座までいくらですか。すみません。銀座までいくらですか。わかりました。すみませんでした。わかりました。 すみませんでしたでもお茶でも飲みませんかお茶でも飲みませんか はちょっとすみません今日はちょっとすみません今日はちょっと残念ですが 明日映画を見ませんか残念ですが明日はちょっと明日映画を見ませんか残念ですが明日はちょっと また今度お願いします。また今度お願いします。チャンスチャンスがあったら北海道へ行きたいです。 チャンスがあったら、北海道へ行きたいです。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。 いっってらっしゃいただいまただいまただいまおかえりなさい。 おかえりなさい。